何があった？私が来たらみんなもう何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ。とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。おじさん、ひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね。安心し。やめて、やめてよ。あれ？よちゃん、おい、大丈夫かよ？なに？あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。Oh, God!
なんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生、桐生一馬だ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。おじさん、何か食べ物。この子死んじゃうよ。ありがとう、おじさん。あれ？どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。水ならあるぞ。ありがとう。でもこのままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。これ使えるか。うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。うん。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分、手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした。疲れた。伊達だ。そっちの調子はどうだ。セレナにあげたのか。それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまった。
というわけだ。何？じゃあバカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、わかった。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。と一時的なショックと疲労が原因ね。はあ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。気をつけてね、キリュウちゃん。ハルカちゃんも。
おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとかな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあね。おじさんはなんで母さんを探してるの？話すと長くなるから、俺は弓を探しているんだ。おじさん、こっちだよ。ちょっと、あなたたちどういうご関係？どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ身分証明できるもんある？いや、ない。身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね。ああ、はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。キュミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう？うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そう。ここだよ、おじさん。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはと。そういや、
さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな、暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。お城みたいに広いね。あ、いた。おじさん、こっちだよ。はるか、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか、お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか？
ほなぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。
いくらだ？3000万。用意できますか？おう、組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか、今どんな状況だ？実は今風間の親さん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て親さんを撃ったのは東城会のもんです。親さんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。出かけるの？私も行く。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが、行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、ハルカのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。